震災から、まあ、丸4年経って5年目の夏を迎えたんですけど、まあ、どん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 その被災地は街が新しくなって復興が進んで、もうその何もなかったかのように見える場所とかも新しく生まれ変わった場所とかもあるんですけど、でも何ていうのかな、その、まあ、人間っていうのはその本当につらいことがあると自然とこの忘れようとするっていう、そういうそのまあ自分で自分を癒すようなそういう機能があると思うんですけど、僕は何かその心の記録みたいな、その被災地の被害の様子は写真に撮れば残りますけど、あの心の記憶みたいなものはなんかこうやっぱし絵の方がベストだと思うんですけど、なんか今年の夏はね、まああの時の人たちのことをこう思いながら、自分なりになんかこう忘れてないよと、そのあなたたちの分までこう生きて、それを記録するというね、まあ、心の記録、それをすることが、まあ、僕なりのそのアーティストとしてのその震災の関わり方かなと思いました。